大牟田警察署は、福岡県警察が管轄する警察署の一つで、筑後地区に属する。署長の階級は、警視。かつては、三池闘争に代表される大規模な労働葬儀の激戦地であったことと、熊本県警察との隣接警察署であり、 県境をまたいだ事件において、荒尾警察署と接触する際を考慮し、荒尾警察署長より階級が高い警視制が、長らく配置されていたが、人口と犯罪の減少に伴い、文字警察署とともに警視に格下げされた。有明海沿岸の密漁を取り締まるため、日本の警察としては、全国で、唯一の密漁係がある。館内には、指定暴力団、 九州誠道会の本部を呼び、中核団体である村上一家が存在する。密漁取締り活動に使用するため、1982年から警備艇が配置されている。2004年、勝率交番勤務の新人巡査が、出身地である佐賀県都市市などで女児を連れ回して、佐賀県都市警察署に逮捕されるという事件が発生。 同年秋に発生した大無田四人殺害事件では、被疑者のうちの一人が警察署内で拳銃自殺を図ったり、また別の被疑者一人を福岡地方検察庁久留米支部から脱走させて、しまうなどの失態が相次ぎ、住民から激しい非難を浴びた。ありがとうございます。